こんにちは、瀬戸和也です。今日は私のバッグとポーチの中身をいろいろとご紹介していきたいと思います。まずこちら、私が愛用しているバッグはセリーヌさんのラゲージナノというショルダーバッグの方です。やはりこうセリーヌさんのカバンを持つというのが一つ憧れがありまして、なんかかっこいいなと思っていて、一つ大きなサイズのこの黒のカバンも以前持っていたんですけれども、やはりショルダーバッグの使いやすさに惚れまして、私そしてこの同じタイプの色違いをあとシルバーとベージュと2色持っております。季節やファッションなんかそういうのにもいろいろと考えながら使い回していますが、本日はこちら黒いバッグにいたしました。それでは早速中身を皆様にお見せしていきたいと思います。まずはじゃん、私の携帯電話 iPhone です。実は今年4月頃に iPhone デビューいたしまして、私はずっと Android ユーザーだったので、初めて iPhone の素晴らしさをこの数ヶ月身に染みて、はい、楽しんでおります。ボナベンチュラさんのケースなんですけれども、中身はじゃじゃん、ピンク色、淡い可愛いベージュとピンクの携帯ケースを使っています。今ちょっと見えましたかね、待ち受け画面は私の愛犬です。いろいろと電車も乗るので、ここにいつもパスもなんかも入れてます。同じくボナベンチュラさんのお財布、こちらなぜ水色にしたんでしょうか。私も当時宝塚を卒業してすぐ記念にと思って買ったのがこれだったんですけれども、こう革製品がすごく好きだったので、で当時夏っていうので思い切ってチャレンジしたことのない水色っていうので飛びついて三つ折り財布使ってます。やはりカバンも小さくなってきたので、やはりこういうサイズのお財布は使い勝手がいいですね。はい、こちらセリーヌの、同じセリーヌさんですけども、ベージュのキーケース、もう結構かれこれ何年も使ってますかね。当時は車のキーなんかも一緒に入れてたんですけども、今はちょっと手放しちゃったので、家の鍵と愛車、新しい愛車、自転車の鍵が入っております。またいつかここに車のキーをさせるのを楽しみに日々頑張っています。ここまでで分かるように私本当革が好きなんですよね。では次、季節柄イソップさんのハンドジェル、これいただき物なんですけど、とても香りが良くて、なんかアルコールしていないところがとても気に入っています。本来いつもハンドタオルとかも入ってるんですけど、残念ながら今日は忘れました。で次はこちらイヤホン、これはずっと宝塚時代から私は Android の携帯だったので、それに反応するイヤホンを今もiPhone に変えても使ってます。これではそうだな、こう世の中の流行っている曲を聴いたりだとか、ちゃんとお勉強しながらも、あとはなんだろう、お稽古のための楽曲だったりとか、まあ公演のための曲、そういうのを移動中に聴いたりとか、手放せないアイテムの一つです。こちらもご紹介するのちょっと恥ずかしいですが、私は巾着タイプでいろいろと細々したものを持ち歩いてます。ではまずニスフリーのパウダー、夏はなかなか大活躍してくれました。こちら眉毛、マスク生活なので眉毛命ということでいつでも眉毛が描けるようにこれも入れてあります。はい、こちら以前同期の結婚式に行った際に、自分のテーブルのところに一緒に置いてあって、それぞれのイニシャルを新婦の子が一つ一つ手作りで作ってくれたのが、こう思いのカードとともに置いてあって、コンパクトなので持ち歩きに便利なので、こちらの鏡もいつも持ってます。
ディップシリーズですが、こちら、コエブというところの薬用のリップなんですけど、白樺のエッセンスをいろいろと使ってらっしゃるところのブランドで、なんか香りも普通にないのかなと思ったんですけども、意外とメンソールで薬用な、なんかスースーしたつけ心地も幅もすごくあるので、バーって塗るのにすごく私は今一番気に入っている商品というか製品の一つです。これはもう私の大切な宝塚の下級生から対談のプレゼントでいただいたジバンシーのリップバーム。ほんのりね、可愛いピンクの色がついているので、なんか気分に合わせてこういうのもずっと使っております。こうやってこの携帯の中身もそうですけど、なかなかピンクの小物を持ち歩く機会がなかったので、こうやってなんかいただけると嬉しいですね。こちらはリップ、私の大好きなドルチェ&ガッバーナさん、すごいお花のプリントされた、とても気に入っています。以前お世話になった方からプレゼントしていただいたんですけど、なかなかシックな色合いのリップなので、マスク生活なのでなかなか、まあ、リップって難しいなと思うんですけど、こうやって一ついつでも気分の上がるアイテムってものをこっちに入れておくのってすごくなんかワクワクしますので、いつもこれは入れてあります。ちょっと恥ずかしいぐらい傷入っちゃってるのであまり見ないでください。こちらまたピンスさんのリップグロス、これもね色がついてて、とても使いやすいカラーで肌なじみがとても良くて、これも卒業のお祝いにいただいたんですけども、なんか皆さんこうやってこう、私は今女性2年目ということで、いろいろと女子としてのいろんな活動をずっとこれまで男役をしていたので、いろんなものをアイテムを皆さんに教えていただけるのが本当に勉強になりますし、あ、こういう一つ一つのアイテムって必要なんだな、大切なんだなっていうのをすごくいろいろ学びながら楽しんでいる最中です。そしてこちら、じゃん、ウカのネイルオイル。私は18時30分を使っています。気づいた時にこうネイルオイルできるので、移動中だったりとか気になる時にもう使用感バッチリな、恥ずかしいぐらいしっかりと使っております。これ最後皆さんにお見せするのちょっと恥ずかしいんですけども、私の大切なお友達赤袋胃薬です。もう私お酒飲むのが大好きなので、これがないとダメなんですよ。今日は飲むぞっていう時には、はい、こちらの薬をしっかり飲んでいただくお酒は次の日に残らないです。皆様にもおすすめします。はい、このようなラインナップとなっております。こうやって私のカバンの中身をいろいろとご紹介するのあまりこれまでなかったので、でも恥ずかしい気持ちではありますが、このような中身になっております。皆様また何かこのアイテムおすすめだよとか、いいのがあるよっていうのがあったら教えていただけたら嬉しいです。それでは瀬戸和也でした。ありがとうございます。